皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はブリーチのあの種族を解説していくぜ。お願いします。ということで今回解説するのはブリーチに登場する集団、フルブリンガーだぜ。死神大交渉室編に登場する集団ね。ということで解説していくぜ。フルブリンガー、ブリーチに登場する集団でフルブリングと呼ばれる特殊な能力を使う人間たちだぜ。フルブリングってのは物質の魂を刺激する能力だぜ。原則として生まれる前の胎児だった頃に母親がホローに襲われていると力が発現するぜ。引き出した魂を自らの魂の力を加えることで大きな力と化し、それを用いることで物質を操ったり、身の回りのものを補助として使うことで自らの身体機能以上の能力を発揮するぜ。そうね。フルブリングの関連用語はチャド、織姫を除きすべて英語だぜ。フルブリングを発動するときはブリンガーライトという特殊な光が出現するぜ。フルブリンガーが高速移動する際は必ず発生するため、ブリンガーライトイコールフルブリングの高速移動技という認識でも問題ないと思われるぜ。厳密にはフルブリング発動によって発せられる光がブリンガーライトだがな。ブリーチ世界では生物だけでなく、物質にも魂が宿っているという設定で、フルブリンガーはそれらの魂を利用する種族だぜ。要するにこの世にあるものすべてがフルブリンガーの武器になりうるわけだな。でもそう単純な話ではないわよね。フルブリンガーは基本的に物質の魂を操るが、操れる魂にも限界があり、何でもかんでも際限なく物質を操れるわけではないぜ。まあ、それができると強すぎだしな。フルブリンガーは大概、自分にとって愛着のある道具を有しており、戦闘の際はその道具をフルブリングによって具現化させて戦うことが多いぜ。フルブリンガーにとって愛着のある道具ほど大きな力を発現させることができるぜ。例えば月島はほんのしおりを刀に変えており、雪尾はゲーム機を使って能力を発動させるぜ。リルカもフルブリングは愛の力って言ってたわね。フルブリングによって固有能力を発現できた場合、使い手がその道具の魂を理解したことを意味するらしいぜ。物たちに宿る魂には元来使い手を補助する性質というのがあり、それを自らの魂で大きな力と化し、それを用いることで物質を操ったり、身の回りのものを補助として使うことで自らの身体機能以上の能力を発揮することができるぜ。例えば、アスファルトの魂の助けを受けて高速移動をしたり、酒の魂の助けを受けてグラスから口に飛び込ませたり、足元を支えさせて水面に立つこともできるぜ。フルブリンガーは母体がホローに襲われており、これによりホローの因子が混じってるようだな。そういう意味ではフルブリンガーは人間とホローの中間の存在と言えるわね。ホローの力に強く影響されていれば一世代で能力が開花する可能性があるぜ。チャドやオリヒメの能力もこのフルブリングに当たるようだぜ。ただし、彼らの場合はかなり特殊なケースのようで、イチゴと宝力によって力が覚醒した能力のようだぜ。チャドのフルブリングは他の還元術よりもさらにホローに近い性質なのに対して、オリヒメのフルブリングは逆にホローの性質は少ないらしく、死神の軌道、残白刀に近い性質だぜ。チャドとオリヒメのフルブリングはマギに出てくる眷属機みたいなものね。このフルブリングはブリーチの勢力の中で最も希少な能力の一つで、フルブリンガーの勢力はブリーチの主要の勢力の中だと最小と言ってもいいぜ。フルブリンガーは人間で強敵と戦い続けて戦闘経験を積んでいるわけではないため、何百年も戦闘経験を積んでる死神たち相手には手も足も出ないことが多く、隊長格とまともに渡り合えたのは銀城と月島ぐらいだったぜ。一応、チャドも隊長格に匹敵する実力は有してるぜ。こればっかりは仕方ないわね。だが、フルブリンガーの能力を鍛え、使いこなすことができれば隊長格と渡り合うことも不可能ではないぜ。ただ、現状によるとフルブリングは他の種族と異なり、成長とともに能力は変化しないらしいぜ。チャドの場合は能力の全容をつかめていなかったから変化しただけで、フルブリンガーは力が開花すれば大きく能力が変化しないらしいぜ。ただ、基礎能力そのものを上げること自体は可能のようで、鍛錬すれば成長することそのものは可能だぜ。あくまでも大きな力の変化がないだけなのよね。てか裏を返せば能力を覚醒させたばかりでもフルブリングは高い性能を引き出せるということよね。なのでフルブリンガーは全体的に早熟型が多いようだぜ。
例外的に他人から力を与えられた場合は自身のフルブリングを強化可能で、銀城はイチゴのフルブリングを奪って強化されてたし、他のエクスキューションのメンバーも銀城に力を分け与えられたことでフルブリングが強化されていたぜ。また、フルブリンガーはその得意な能力によって疎まれることも多かったようで、自身の力を消し去りたいと考える人も多かったらしいぜ。ジャッキーなんかはその典型よね。フルブリンガーの力を消し去ることは可能であり、フルブリンガーと相反する存在によって力を譲渡できることがわかってるぜ。つまり、人間と死神の中間の存在、死神代行にフルブリングを譲渡できるんだぜ。これにより、フルブリンガーの何人かは元の人間に戻ったようだぜ。死神代行消失編が短編であったことや体調格相手に圧倒されることが多かったので弱いと思われることが多い不遇の能力でもあるぜ。でもフルブリングは便利な能力が多いと思うわ。フルブリングは他の種族と比較して全体的に概念系の特殊能力が多いことが特徴だぜ。ただその分、体はあくまでも人間なので基本スペックは全種族最弱クラスで、能力が強力な分性薬や癖が強いものも多いぜ。だが、全体的に便利な能力が揃っており、キスケもフルブリングを頼りにすることがあり、全体的に戦闘補助の面で役立ってることが多いぜ。一方で過去改変、自称の拒絶などラスボスが持ってそうな強大な能力を有してるものもおり、総じて能力の差異が非常に大きいぜ。フルブリンガーは能力はクソ強いけど、使う本人のスペックが弱いパターンが多いわよね。織姫や獅子河原なんかはその典型よね。フルブリンガーは体そのものは人間であるため、攻撃を一発食らっただけで致命傷になることが多いぜ。能力が強くてもそれが直接戦闘でも強いのかと言われると別だぜ。能力が強く、体調格と互角に渡り合ってた月島も、白夜に一撃食らっただけで致命傷を受けてたしな。やはりブリーチ世界において人間が死神たちと渡り合うのはそれだけハードルが高いんだろうぜ。結局能力だけでなく、素の強さ、戦闘経験も大切ということね。人間は長くても100年程度で確実に死ぬし、死神と戦闘経験を埋めるのはなかなか厳しいわよね。まあ、銀城、月島、靴沢みたいに死んだ後にソウルソサエティに行ったら体が霊体になって長い時間を生きられるから話は別でしょうけど。ということでここからエクスキューションについて話していくぜ。お願いします。エクスキューションとは銀城空母が率いてるフルブリンガーの集団だぜ。当初は自分たちの力を消し去るためにイチゴの死神の力を取り戻させる協力をしてたが、実際はイチゴのフルブリングを奪い、裏切られた死神たちに復讐することが目的だったぜ。終盤、イチゴのフルブリングが完成した後、月島が行動を本格的に開始し、最終的に銀城が月島に二度切られたことで元に戻り、イチゴの死神の力を奪ったぜ。その後はイチゴの死神の力を取り戻そうと死神たちが援軍にやってきたぜ。そしてエクスキューションと死神が全面抗争になるわけね。イチゴがルキアによって再び力を取り戻し、イチゴたち死神と銀城たちエクスキューションが全面抗争になるぜ。何百年も戦闘経験を積んでる死神たちを相手に人間の集団でしかないフルブリンガーでは相手にならなかったぜ。体調格と渡り合えてたのは月島と銀城のみだったしな。最終的にエクスキューションが全員敗北し、銀城、月島、靴沢の3名が死亡したぜ。他のフルブリンガーは生き残ったがチリジリになり、それぞれの道を歩むことになったぜ。エクスキューションは実質壊滅したぜ。リルカは油断してたとはいえルキアに実質勝ってたけど、リルカ本人は戦いに消極的だったわよね。それに獅子河原も一角を追い詰めてたし、そういう意味ではリルカ、獅子河原も死神相手によく戦えてたわよね。ブリーチに登場する組織は護帝13体含め、個人思想が強く、仲間割れや内輪揉めすることが多いぜ。だがこのエクスキューションは口喧嘩はあっても、仲間割れや同士打ちを一切しなかった珍しい敵組織だぜ。月島がエクスキューションと戦うことはあったがあれは計画のうちで、実質裏切りではなかったしな。ブリーチの敵組織で身内同士の潰し合いがなかったのはマジでエクスキューションぐらいだぜ。そういう意味ではブリーチで一番結束力があった組織とも言えるわね。メンバーは銀城空母、月島修九郎、毒がミネリルカ、雪尾ハンスホラルルベルナ、靴沢ギリコ、ジャッキートリスタンだぜ。獅子河原萌えは月島の射程でエクスキューションメンバーというわけではないようだぜ。イチゴも会員だったが、実質メンバーじゃないぜ。エクスキューションのメンバーは個別で解説動画を上げてるのでそっちを見てくれだぜ。
小説では道バネアウラというフルブリンガーが登場してるぜ。彼女は特定の能力を持たない代わりにフルブリングの基礎スペックを極限にまで高めてる珍しいタイプのフルブリンガーだぜ。確かアウラは固有能力を持たない代わりにアイゼンクラスの力があるらしいわね。まあ、あくまでもキスケが言った例えだからアイゼンレベルの実力があるかは甚だ疑問だけど。ということでここからはフルブリングのネタバレを話していくぜ。お願いします。原作ではほとんど語られることがなかったフルブリングだが、原作完結後の小説、キャントフやユアオーンワールドで詳細が語られてるぜ。フルブリンガーになるための真の条件は霊王の一部をその身に宿していることであり、妊娠中に母体がホローに襲われるのはホローがその高純度の霊力に惹かれてたからだと明かされたぜ。そして、ホローに襲われることでホローの因子に体内にいる子供にある霊王のかけらが反応して力に目覚める。ということなんだろうぜ。じゃあフルブリンガーがホローの因子が混ざってるっていう設定も事実なのね。つまり因果関係が逆で、親がホローに襲われることが能力発現の条件ではなく、むしろ体内の我が子に霊王のかけらが存在することが原因で親がホローに襲われてたということになるぜ。という風に実はフルブリンガーは誰よりも霊王に近い種族であることが明かされたぜ。霊王のかけらは臓腑や爪などの体の一部を指してるぜ。本編で登場した霊王は人柱のような状態になっており、獅子がなかったぜ。言われてみればそうね。霊王の体がほとんどなかった理由は綱や白毛の祖先が霊王の体をバラバラにして人柱にしたからだぜ。そして、霊王のかけらが世界中にばらまかれ、フルブリンガーが生まれたようだな。霊王の詳細については別の動画で話すぜ。また、霊王のかけらは親から子供へ遺伝するような描写も確認されており、イチゴは母のマサキの中にいたホワイトを受け継いでたぜ。そして、そのホワイトが霊王の爪を持ってたぜ。イチゴがフルブリングを使えたのは霊王の爪をマサキから受け継いでたからなのね。霊王はブリーチ世界の神のような存在でそんな霊王のかけらを持っているのならばフルブリンガーが強大な力を持ってることに納得がいくぜ。また、ホローに襲われてない場合は霊王のかけらを持っていてもフルブリングは発現しないらしいぜ。織姫とチャドは親がホローに襲われていないらしいが霊王のかけらは所持していたらしく、そこにイチゴと宝玉の影響でフルブリングが目覚めた珍しいタイプらしいぜ。チャドと織姫は霊王のかけら自体は持ってたっぽいのね。てかフルブリンガーってブリーチ世界においてかなり重要なポジションだったのにどうして原作で詳細を語らなかったのか。とまあ、フルブリングの解説はこんな感じだな。総括するとフルブリングは人間が使う能力ということで弱いと思われることが多い不遇の能力だぜ。だが、霊王に最も近い種族とも言え、特別な種族と言えるぜ。そうね。ということでフルブリンガーの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。